もう過ぎた話だし。じゃあ今からデートしてよ。じゃってどういう理屈だよ。さっき私に負けたじゃん。てめえ。じゃあデートって言わない。ただ遊びに行く。それならいいでしょ。まあ別にいいけどよ。あの日高って子は矢口くんの彼女だったなんて。もう忘れなよ。うわムカつく、超ムカつく。二人でこっそりつけちゃうしさ。かっこよくもない人がどうしてこんなにモテるんだろう。いやいこの野郎、よくもまあ人が傷つくようなことをズケズケと。まあかっこよくもなんともないのは事実だけどよ。もっと自分に自信を持って。矢口くんは可愛いよ。やっぱりバカにしてんだろう。うん、ちょっとバカにしてるかも。なんだよ不思議だな、矢口くんは。なんでこんな一緒にいて楽しいんだろう。楽しいのは共に触れてるゲームじゃないのか。ゲームだけじゃないよ、矢口くんだからだよ。あ、マーブルスーパーヒーローズとかやったか。あれやばいよな。矢口くんが誘ってくれたらやるよ。日高は最近何のゲームやってんだ。いろいろ触れてそうだけど。ソウルエッジ。ソウルエッジ。矢口くん、最近私ね、何をしても妙にモヤモヤするので、原因を考えるんだけど、やっぱり矢口くんなの。何の話してんだ。矢口くんを見てると妙な衝動に自分が抑えられなくなる。最近矢口くんにハグされる夢ばかり見るんだ。ハグってなんだっけ。ギュッて抱きしめること。俺もあるぜ、日高が出る夢。ツイガーをけしかけられたり、だいたい悪夢だけどな。気持ちよかったな、夢の中でギュッとされて。スケベだな日高は。スケベだよ、悪い。おい、普通の話を。やだ、ゲームの話でそらさないで。今日は疲れたな。まあそりゃそうだろう、十人抜きして遊びまくれば。布団があるところ行きたい。ダメ？それはその俺と日高で。そうだよ、男女で行くところ。わかる？それくらいわかるぜ。道玄坂にたくさんあるって。行ったことあるの？なわけねえだろ。ダメ。私と一緒に。二人で。ねえ、矢口くん。夢だけじゃ満足できない。矢口くん本当にひどい。女子にこんな恥をかかせてムカつく男、どんな気持ちでアプローチしてるのか矢口くんには一生わからないでしょうね。くるぶっちゃってそういうところ大嫌い。日高、ああいうところはな、愛し合ってる大人同士が行く場所でな。疲れてたから寝に行くだけだったもん。矢口くんなんか襲わなかったもん。寝に？え？そうだったの？嘘、めちゃくちゃに襲ってた。ああ矢口くん、お願い。